ジョン・アンダーセンはアメリカのIFBBプロボディビルダー、プロレスラー。カリフォルニア州サンフランシスコ出身。ストロングマンというリングネームで新日本プロレスや CMLL、本名でIGFなどで活動している。レスリング、ラグビー、アメリカンフットボール、ボディビルで鍛えた筋骨隆々のボディを武器に2000年サブミッショングラップリングファイターとしてデビュー。2001年アメリカにおけるストロングマンコンテスト参加。2004年ストロングマンコンテストで優勝して、ノースアメリカンチャンピオンの称号を獲得した。2003年、プロレスデビュー。本名名義でキャリアを積む。2008年、IGFに参戦。2009年、CMLL に参戦。2010年、新日本プロレスに参戦。ニュージャパンカップ、G1 クライマックス、G1 タグリーグにエントリー。同年のプロレス大賞で最優秀。タッグチーム賞を中西と受賞。2011年1月4日と2月20日にバッドインテンションズの保持する IWGP タッグ王座に挑戦。その後、メキシコの CMLL に戻り、ラソンブラとアトランティスとタッグを組み、メキシコ遠征にやってきた後藤弘大樹と対戦。7月、新日本のリングに復帰。8月には G1 クライマックスに2年連続で出場。昨年と比べると7連敗続きというあまりいい結果ではなかったが、優勝戦線を順調に進んでいた鈴木みのると後藤弘大樹に勝利。10月下旬から11月上旬、長期欠場中の中西に代わって、タマトンガとタッグを組んで G1 タッグリーグに出場するも、ブロック最下位タイという結果だった。2014年10月13日、GENOME31 にて、IGFに復帰し、将軍岡本と対戦して勝利。ありがとうございます。